皆さんこんにちは。甘いルックスだけでなく運動能力が高く、数多くのテレビ番組などで活躍し続けているジャニーズアイドルたちをご存知だろうか。運動能力の中でも最も評価されやすい運動といえば走るというごく一般的な運動です。この走るのが速いというのは小学中学生時代には男子なら一度は経験したであろう。足が速い男子は女子からモテるということです。モテることには不自由していないジャニーズアイドルは果たして一般男子の女子からモテる必須条件を兼ね備えているでしょうか。今回紹介するのは足が速いジャニーズランキングトップ15です。第15位はキング&プリンスの高橋海人さんです。高橋海人さんといえば保育園の年長からダンスを始めたり、全国大会の静岡県予選で優勝経験があり、1年間で十数回の優勝した経験を持つほど運動神経抜群の高橋海人さんですが、ファンの間では足が速いという噂があったようです。高橋海人さんの足が速いことが判明した経緯は、テレビ番組1億3000万人のショーチャンネルにキング&プリンス5人が出演した際に、運動神経が一番いいのは誰だ選手権を開催していたようです。その中でキンプリ5人による 50m 走対決があったようです。 50m 走対決のメンバーは平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん、永瀬廉さん、そして高橋海人さん、この5人で 50m 走を競います。高橋海人さんの結果は5人中5位で最下位に終わりましたが、気になるタイムはというと7秒16と好タイムだったようです。最下位なのに7秒台前半のタイムを叩き出した高橋海人さんに対して SNS 上では、予想をはるかに超えた、めっちゃ速い、5位で7秒台前半、やばい、などと高橋海人さんの記録を称える称賛コメントが多数あったそうです。第14位はストーンズの森本慎太郎さんです。森本慎太郎さんといえばスポーツが得意と豪語するほどスポーツマンであり、得意なスポーツにサッカー、空手、スイミング、サーフィンなどが挙げられています。中学生時代には体操部にも所属しており、さまざまな体操の技を習得し、なおロンダートバック転は体操部入部前に習得していたそうで、こうした経歴からアクロバットを特技としてストーンズのコンサートステージでたびたび披露しています。そんなスポーツマンの森本慎太郎さんは足が速いとファンの間でも有名とのことです。森本慎太郎さんの足が速いことが判明した経緯はというと、2017年に行われたジャニーズ大運動会に出場しており、 50m 走でタイムは 6.67 秒です。当時の日本人男性の平均タイムよりも 0.6 秒も速かったそうです。実は森本慎太郎さんの高校時代は学年代表にも選ばれるほど足が速かったようです。この結果にファンから足の速さが活かせるテレビ番組逃走中にチャレンジしてほしいと声が上がっているとのことです。第13位はキング&プリンスの永瀬廉さんです。永瀬廉さんといえば小学校3年生から中学校2年生までフットサルやサッカーを経験しており、走ることが特に活かしやすいスポーツで足腰を鍛えられています。永瀬廉さんの足の速さが判明した経緯はというと、テレビ番組1億3000万人のショーチャンネルにキング&プリンス5人が出演し、運動神経が一番良いのは誰だ選手権を開催し、その中でキンプリ5人による50メートル走対決があったそうです。50メートル走対決のメンバーは平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん、高橋海人さん、そして永瀬廉さん、この5人で50メートル走を競います。永瀬廉さんの結果は5人中4位であり、気になるタイムは7秒07と好タイムだったようです。 SNS 上でファンから7秒台前半を叩き出した永瀬廉さんに対して称賛のコメントが多数寄せられたとのことです。第10人はなにわ男子の西畑大吾さんです。西畑大吾さんといえば中学生時代に陸上部に所属していたようで、その経験からスポーツテレビ番組炎の体育会 TV において上田ジャニーズ陸上部として出演されています。炎の体育会 TV の出演で西畑大吾さんの足が速いことが判明しています。番組内の企画で陸上 100m 走オーディションを開催し、 100m 走に西畑大吾さんが出場します。気になる西畑大吾さんの 100m 走のタイムはというと12秒90と好タイムを叩き出しますが、残念ながら体育会陸上部に入部することはできなかったようです。しかし
12秒台で落選するほどレベルの高い戦いであったために、ファンから健闘を称えるコメントがたくさん寄せられていたそうです。第11位はスノーマンの岩本照さんです。岩本照さんといえばマイケル・ジャクソンに憧れているだけあってダンスが得意であり、筋トレが趣味で体脂肪率 4% というトップアスリート並みの肉体を作り上げるほどスポーツマンで、その身体能力を生かしてテレビ番組サスケにも出場しています。そんな岩本照さんの足が速いとファンから有名であり、岩本照さんの足が速いことが判明した経緯はメディアの企画で 20m 走のタイムを測定した時です。 20m 走は特にトップスピードが分かる競技だったため足の速さが際立ったようで、気になる岩本照さんの 20m 走のタイムはというと 3.44 秒と瞬速タイムだったそうです。ファンからもスタートダッシュが半端ないとコメントが多数寄せられていたようです。第10位はなにわ男子の大橋和也さんです。大橋和也さんといえば特技にダンスやアクロバットを持っており、運動神経抜群のイメージがあり、ファンの間では足がめちゃくちゃ速いと言われています。大橋和也さんはスポーツテレビ番組炎の体育会 TV に関西ジャニーズジュニア代表として出演したこともあり、同じメンバーの西畑大吾さんがなにわ男子の中でも一番足が速いとファンの間で考察されておりましたが、近年暫定2位をキープしていた大橋和也さんがその運動神経の良さから実は1位の西畑大吾さんより足が速いのではないかと推測するファンが増えてきているそうです。第9位はセブンメン侍の菅田琳寧さんです。菅田琳寧さんといえばジャニー喜多川氏からアクロバットの天才と称されるほど身体能力に大変優れており、足もすこぶる速いと言われています。スポーツテレビ番組炎の体育会 TV では上田ジャニーズ陸上部のエースとして大活躍しており、気になる 100m 走のタイムは11秒69と瞬速タイムだったそうです。それだけでは収まらず、テレビ番組オールスター感謝祭内の名物企画である赤坂5丁目ミニマラソンにも出場し、序盤はその足の速さで他を圧倒しており、最後に青山学院大学の岸本博則選手に抜かれて第2位となったものの大健闘を収めます。後に同番組の同企画にてジャニーズでは上田竜也さん以来のミニマラソン優勝を果たします。第8位は嵐の櫻井翔さんです。櫻井翔さんといえばダンスくらいしか運動のイメージがなく、運動神経はジャニーズの中ではそれほど高いとは世間から思われていないようですが、意外にも櫻井翔さんは足が速いという情報があるそうです。どこのメディアかは明確ではありませんが、櫻井翔さんの 50m 走のタイムは38歳の時点で7秒12の超高タイムだったようです。38歳で7秒台前半のタイムを叩き出す櫻井翔さんにファンや世間から驚きと称賛の声が上がっており、20代の頃ならもっと早いのではないかと推測するファンが後を絶たないようです。第7位は嵐の二宮和也さんです。二宮和也さんといえばダンスなどのジャニーズとして持つ必須スキル程度しか運動のイメージがありませんが、二宮和也さんもまた足が速いという噂があります。本人談ではありますが、小学生の頃の 50m 走のタイムが6秒4と小学生陸上のトップクラスのタイムを叩き出していたそうです。小学生の頃でこの高タイムということは成熟した大人になるまでの過程でタイムはもっと伸びていると推測できます。それに加え二宮和也さんが37歳時点での 50m 走のタイムは7秒22と高タイムであり、小学生の頃のタイムも裏付けるほど信憑性が増します。第6位はキング&プリンスの平野翔さんです。平野翔さんといえばダンスが得意でありアクロバットもこなすほど運動神経抜群です。平野翔さんもまた足が速いとファンから言われており、平野翔さんの足が速いことが判明した経緯はというと、テレビ番組1億3000万人のショーチャンネルにキング&プリンス5人が出演し、運動神経が一番良いのは誰だ選手権を開催し、その中でキンプリ5人による50メートル走対決があったそうです。50メートル走対決のメンバーは永瀬廉さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん、高橋海人さん、そして平野翔さん、この5人で50メートル走を競います。平野翔さんの結果は5人中1位であり、気になるタイムは6秒49と圧倒的なタイムだったようです。この結果にファンから顔も良くて足も速いなんて素敵すぎる、いい男の特権持ちすぎと
黄色の声援が飛びまくっていたそうです。第5位はスマップの中居正広さんです。中居正広さんといえばキレのあるダンスが持ち味でマイケル・ジャクソンを崇拝しており、完コピまでできるほど天性のダンスセンスを習得していることは多くのファンに知られています。そんな中居正広さんは知る人ぞ知る俊足の持ち主とのことです。20代の頃に測定したスマップ 50m 走対決では見事ぶっちぎりの1位だったそうです。気になるタイムは6秒57と超高タイムになっており、これを聞いたファンからも驚きの声が上がっています。中居くんっぽくない、中居くんってそんな足速いの、意外すぎると、中居正広さんが実は足が速いことは予想外の出来事だったようです。第4位はカトゥーンの上田竜也さんです。上田竜也さんといえばスポーツテレビ番組炎の体育会 TV で陸上部の監督を務めるほど俊足のイメージがついています。同番組にて 200m リレーの予選で 50m 走のタイムを測ったそうで、その際出した記録は6秒49だったそうです。さすが監督と称賛を受けており、監督を務めるのに申し分ない結果がさらに俊足である説得力を増したそうです。第3位はストーンズの松村北斗さんです。松村北斗さんといえばアクロバットが得意でバク転とロンダートバク転をマスターしているほど運動神経抜群のようです。そんな松村北斗さんも足が速く俊足と言われており、俊足であることが判明した経緯はというと、2017年に行われたジャニーズ大運動会で 50m 走 6.51 秒のタイムを叩き出し MVP を取っています。19歳の日本人男性の平均が 7.27 秒なので、松村北斗さんのタイムはかなり速いと言えます。当時の松村北斗さんは21歳で、20歳を過ぎると一般的にはタイムは落ちていくそうなので、それを踏まえると素晴らしい俊足タイムになります。第2位はスノーマンの目黒蓮さんです。目黒蓮さんといえばサッカーを得意としており、テレビ番組でたびたびサッカー技術を披露されています。そんな目黒蓮さんは俊足であると世間やファンから認知されているとのことです。目黒蓮さんの足が速いことが判明した経緯はというと、スノーマンのレギュラー番組それスノーマンにやらせてくださいそれスノで 50m 走のタイムを測った企画があり、気になるタイムは7秒08と超高タイムを叩き出します。他にもテレビ番組逃走中で最後の2人になるまで残り、俊足でおなじみのハンターから逃げ切る俊足ぶりを発揮していたそうです。第1位はスノーマンのラウールさんです。ラウールさんといえば192センチメートルの長身かつ長い手足で、特にその足の長さを生かした走りはズバ抜けた速さを誇るのだそうです。特にトップスピードに定評があるようで、スノーマンの 20m 走対決では3秒33の記録を叩き出しぶっちぎりで優勝したそうです。ラウールさんの足の速さは他のジャニーズアイドルに比べたらあまり情報がありませんでしたが、ファンやジャニーズアイドルから一番足が速いのはスノーマンのラウールと呼び声が高かったことから1位とさせていただいています。いかがでしたか。今回は足が速いと呼ばれたジャニーズ15選についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。また見たいジャニーズのまとめや感想などありましたらコメントしていただけると嬉しいです。それではまた。